はい、おはようございます。藤尾でございます。金曜日の朝でございますよ。ですね、もう寝ました。はい、先ほどはですね、サンドイッチに納豆と、ここがちょっとむちゃむちゃ、納豆と、あれはピーナッツをつけて食べる予定だったんですが、全部炊いてました。まあ、そこでお話しさせてもらってるんで、見てください。動画を作ろうと思っても興味のない人と一緒にやってると伸びないんですよ。やっぱり手伝わないし、今もやっててもこう少しぐらい10分ぐらいなんで、動画撮るのも待ってくれたらいいじゃないですか。お客さんに対応するとか、この間止めたり途切れたりして忘れたりして、うまく進行が進まないじゃないですか。見ていても何回って言ってたら動画も伸びない、じゃあ弁当も伸びない、愚痴ばっかり言ってる、余計に動画伸びない。どうしたらいいんですか。もう自分でやるしかないですよね。自分で考えて、自分ができることを一生懸命やっていくということで、この話は自分でできることを一生懸命やっていくって話をしたかったんですけども、今日は急遽変えて、他にですね、半額は恐るべしっていうことで動画を作ってやってます。お弁当屋さんの話です。半額は恐るべし。昨日は売れませんでした、お弁当が。まあ例のごとく眠ってる人もいたりして、一人で頑張ってましたけども、愚痴を言ってもどこも誰も、愚痴を言っても朝も早く来る人も、昨日も言わざと言いました、今日もまた早かったですよ、見てるはずなのに、いろんなことしてるけど気づいてるはずなのに誰も対応しません。動画見てて苦しい思いしてても、横でそこでスマホ見てるんですよ、そこ見えるんですよ、手伝おうとしません。でそのまま横になって寝て、毎回同じこと動画を言って、それでも手伝いません。これは動画で愚痴を言えばまた向こうは喜ぶし、ここの悪口言えば向こうは喜ぶし、それで向こうはまあもう手伝いません。お客さんもいなくなる一方です。で来たお客さん、若い子たちがちょっと私が喋ってお話しすると、高校生たちに来なくなるから、もう喋るなって言うんですよ。来なくなるから喋るなって言って、喋らなくなってお客さんどんどん減ってますよ。もう私あれはもう聞きません。喋り続けて喋って、自分でお客さんなくした方がいいです。自分がわだかまりっていうか、喋るなって言ってお客さんがいなくなったら、それはもうなんか色のせいにしてるんですよ。で来なくなるのは私のせいなんですよ。喋ってちょっとでも喋って来なくなると、じゃあ今まで何十年も前の時はみんな高校生と私が喋ってもう逃げやってたですよ。じゃああの時は何だったのかな、人間が違うのかなということで、愚痴ばっかり言っててもわざと聞こえるように言ってんです、完成しないです、直さないです、文句言ってやらなくなるだけです。さっきの食べ物ももう明日から作らないって怒られました。それで投げ出してやらなければいいんですよ。世の中はあっちもこっちも、私はやらないといけない。それを動画にしてる。今皆さん見てますよね、私の愚痴動画。私はこれは仕事、もしお金は入ってないけど仕事だと思ってやってますよ。この愚痴も金になりますか、あれ。前に育て立てたかまだ金になりますよ。それ言ってる聞きませんよ。で、半額恐るべしに行く前に、あ、寝ます。もう寝ます。はい、スマホ片付きましたよ。そろそろ横になって、はい、寝ました。これの繰り返しです。お、見えてる。またパンツを投げるかもしれません。あいつ、ゆっくりやんかに、すいませんでした。今一生懸命やりました。寝てください。パンツ投げられたら嫌なんで。バカや。もう伸びたないんでしょうけど。今、朝からちょっと鬼妻さんとか見たり、いろんなジオの話とか、いっぱいあるんですけど、ネタは。まとまらないんですよ。もう腹立つこといっぱいで。で、腹立つであの人じゃないでしょ。助けないんですよ、誰も。誰も助けないし、売り上げが迫ってきて、支払いとかも迫ってきて、自分は不安の中でいっぱいで、でもよく寝れたり、周りも助けなかったり、自分たちだけ良ければいいだろういう世の中で生きてて、いろんなことを考えて動画が伸びればいいなと思ってやってるんです。私はただ不平を言ってるわけではありません。ただ昨日一人なんかわざとコメント返さなかったんです、返さなかったんですけど、見てる、もし見ていたら返してやり取りすると、なんていうんですかね、こうどん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 来るんで、
対応してると急に登録も消えていなくなるんですよ。だからもう私は残したいからそっとしておくことにしました。みんなそういうのは、それで生き延びてやってる人って一人もいないですよ今。せっかく動画に来て登録してくれてお話ししてやり取りしてても、こうちょっと不満に不安があったりするとお客さんもそうですけども来なくなるんですよ。だからそっとすることにしよう。その人が見ててほしいから。なんか楽しかったですって言ってたね。楽しいまま行きましょう。だから私がまたそこで何とかかんとか言うと、またそれを見る人がまたいなくなったりもするんで、難しいですよ人間関係は。で、人間関係は難しい中で半額は恐るべし。全く売れなかったんですよ。本当に売れなかった昨日は。それでも寝てました。それでも嫌な思いしながら打ってました。で、投げ出して帰りました。最後はいっぱい残ったあの山を100円引いて150円してもう出なかったし、で最後にもうやめますって言ったんですけど、半額にしたら売れるんですよ。まあ我々は儲けないんですけど、まあ残すよりはいいかなって、もう最終手段で、半額にしました。すぐ来ました、何人か。しかもあれですよ、全く買わない近隣の人たちです。よっぽど何ですか、助け合いはないと思います。半額にした途端見ていたらまた来なくなるんで、まあ、来なくてもいいかな思います。そういう人はもう人情のない人は、見てて怒ってるんだったらまあどうせ登録もしないと思うんで来なくていいと思います。人情がないんで。だから遠くから来てて通行人が見て半額で買いに行こういうのは分かりますけども、日頃接してて何かお話とかしていろんな何十年も付き合ってきて、私が苦しんでるのも今弁当屋さんが売れなくなってる情勢も話したりして知ってても、半額になった時だけガーンって来るじゃないですか。恐るべしで来ましたよ。よく私に喋る人で、前はもう上げてたりして、だからその中でもパパイヤとか私もらったりするじゃないですか。かぼちゃとかいろんなものキャベツとか、ああいうのあげたり、田舎の方からも、まあ、あの頃はみかんとかいろいろあったら、今はないんでいいんですよ、もういいですよ、あなたたちは、あの田舎の方の人は。でもらったものあげたりして、自分が人からもらったものはすぐあげたりして周り近所に配ったりして、前なんかでしたらかき氷作って暑い時は回って持って行ったりとか、自分が作った天ぷらが美味しかったらあげたりとかやってましたけども、弁当買わないんでもうやめました。投げ続けてるだけだし、なんか逆に下心に見えるんでしょうね。私がいろいろ下心ですよ。やっぱり商売してるとみんな下心ですよ。来てほしいから。コマーシャルかける人もまだ下心ですよね。コマーシャル楽しませるためにやってないですよ。コマーシャル見せて稼ぐためにやってるわけですから、私たちもあれはコマーシャルですよ。ここで物あげたりいろいろお話しするのは、それに対して助けてくれないんで、そういう人はいいかなと思うんですけど、ああいう人がもう5組ぐらい来て、売れたことは売れたんですよ。でもその人たちは通常買わないんですよ。どうせなら私はああいうもう安く売って店に来て店を見て入りやすくして、ああまた来ますっていう人は毎日来るようになってる人が5人ぐらいいるんですよ。昼間朝一人はバイクで来る人は朝来て、昼来て、夕方また帰るときにおにぎり、安いおにぎりを買うんですよ。結局この人は半額とか安い商品を買ったときに私と仲良くなって、いろいろ話してたらバイク乗ってる人で何人かいるんですよ。買うんですよね。でそういう人にはまあお世話になってるから、そういう人が来てほしいんですよ。見てじゃなくて、近隣の人が全く弁当買わない人が見て、あ、半額だ、自分のメリットだがあるから買いに来る。本当に人情がなくなりました。これは全県なのか沖縄県な県民なのか県民性なのか分かりません。私はもうずっと沖縄にいるんで、まあ以前だったら県外に行った時は助け合うっていうのはあったと思います。かわいそうだなっていうのは、まあこれは県外に今行ったら同じになってるかもしれません。もともと沖縄の人はそういうのはね、自分がやっぱり強いんで、自分の私もそうですけど、自分がスーパーさん行っても安いの買おうってするのがあるんで一緒だと思います。
だから県民性だと思います、私からしたら。だからその県民性を利用してやっていければね、昨日はあまりにもひどかったなと思って、でも売れたんですよ全部。売れたのはいいんですけど、あの半額にした途端ですね、なんかなんかいろいろ文句言うするんですよ。最初100円だったよねとか、なんで最初から半額にしたら来たのにって、減ってるじゃないかって言うんですよ。私も儲かるために安くして、まあこれは言いませんです、安くして100円して、100円で少しでも売れれば、もう少なくなったらすぐその場でも半額にしたかったですよ。減らなかったんですよ。減らないから次150円にして、150円と半額の値段は30円ぐらいなんですよ、違いは。ですけど30円ぐらいでも半額っていうのはインパクト強いんでしょうね。だから半額おすすめしますよ、皆さん。たくさん売る人は、我々みたいに3万4万とか4万5万5万ぐらいまで売れれば半額にしても、そのロス率っていうの少ないんで儲かるんですよ。ただ我々はもう今も半分ぐらいの弁も、半分ぐらい100個ぐらいしか売れない弁当売ってて、その中で半額にするっていうのはもう少ない利益をさらに減るんで、もう儲けないんですよ。ただ残すよりはいいだろうっていうことで、皆さんにそれがこうしてっていうか、お客さん増えてるんですよ最近、この落ち目の中で。私は多分予想よりはいいと思いますよ。予想よりはいいけど、じゃあそれであの人は満足しちゃいますけど、返済するときに困るじゃないですか。あとまた少しは余力も残していきたいじゃないですか。で、何のために仕事してるかって言ったら、お金を豊かにするためにやってるんで、満足、この売れたから満足するっていうのは、あの人はこれ考えないんで、売れたから満足っていうのが強いんですよ。私は違うんですよ。次の展開もあるんで、YouTube も伸びないじゃないですか、このままいけば。利益が出れば、外食行ったり YouTube も伸びるんで、全てが金なんで、金に今執着してやってるんですよ。だから、いろいろ貧乏なことをしてるように、納豆を食べたり、安いものしたら、コメントで突っ込まれますよ、いろいろ。だから、いいコメント来たときは、まあ、本当にありがたいかなと思いますけど、いろんな、例えば、他の、可愛いお姉ちゃんたちの動画見てても、真面目に一生懸命やってる動画見てても、結構突っ込まれてるんですよ。なんか、キモいとか言うんですよ。可愛い子見てるから、キモいっていうの、意味がわかんない。僕がキモいとか親父とかいうのは分かりますけど、普通にまあ一般的な女性よりも可愛い子たちが動画に出てたりしても、お前の顔は気に入らないとか、なんとか突っ込まれてますやっぱり。だからまあ画面上なんで、動画なんで突っ込むのは簡単なんで、やっててなんかうさばらしか、なんか分かんないですけどやってると思いますけども、この話はこういう話じゃないですね。半額は恐るべし。半額でですね、いろいろ気づいたことがあって、一人のお客さんがですね、一個買ったんですよ、来て。前にお話ししたことがあるんですよ、親戚が来て、もう私が前は仲良かったんであげてたら、この親戚が来たんで、もらおうとしてきて、こう、もう話してますよ。買わないって言って、私が下げるの待ってて、もう私も気づいたんで見たんで、あれいりゃもうあの人に口も聞かないっていうか、安くもしてないんですよ。で、もう長いこと来てなかったんですよ、昨日も来たんですよ。この人が来て1個取ったんですよ。あれ300円だから半額なんで170円にしてるんですよ。しかも本当は175円なんですけど、5円引いて170円にしてるんですよ。そのなのに隣にある150円の弁当を、これは半額にならないのかって聞いたんですよ。あ、もうそれ100円でいいですよって言ったら、それ取ったんですよ。100円で取って、レジにわざわざですよ、1個置いてあるんですよ。でずっと読みるんですよ、弁当。でも私気づいてたけど、はい100円でーすって、もう他の作業してるって置いて、ありがとうございましたって言ったんですよ。でずーっと見てるんですよ。今日はまあこの時間から売れるんですかって、あ、半額にしたらどんどん売れますよって言って、今半額なんでね、今からどんどん来てバンバン売れますよって、そうなんですかって言って戻ったんですよ。で戻る瞬間まで見てたんですよ、私無視してたんですよ。で戻る瞬間まで後行きながら行って、10分ぐらいしてまた来たんですよ。また1個100、安いんでじゃあ買っときますって言って、170円で。さっきから売れてないですねって言ったんですよ。あ、これ5時ぐらいかバーンと全部なくなりますよって言った時に、隣から来た人が2個買ったんですよ。2個買って、あ、どうもーって、いつも来る人、いつもありがとうございましたってお金払ったんですよ。で、それからいつもの宅急便の屋さんが来て2個買ったんですよ。だからそこには3個ぐらい、4個ぐらい残ったんですよ。
あの人どうしたと思いますか。3個パッて自分のものにしたんですよ。もう慌ててなくなると思ったんですよね、この安いのが。だからそういうな、自分の利益をまあ仕方ないですよ、考えてるのは。考えてるのは分かるけど、隣近所関係ないんですよ。今知り合いとか全く関係ない、自分の利益だけなんですよ。で、近隣っていうのも見てても買わないじゃないですか。で、私がこうかわいそうだなとか、もう今日もですけど、目の前通過してみんな行きますよ、そこに弁当会に。向こうの人もみんな、なんかこういう情はなくなりましたよ、この沖縄。本当、私が言うのもなんですけども、本当になくなりました。だからその辺で、住民って我々生まれ育った人間でもこう感じてるんで、これは全国的にかは分かりません。だから移住される方とかいろんな方も苦労されると思いますけども、ただそこにもいいところとか悪い、まあさっき言った朝買って昼買って顔してるんですよ。中にはもう一人はですね、毎日来て300円出すんですよ、350円。あ、今安くしてますからって言って、あ、そうなんですか、安いねって言って買うんですよ。だからもう、あの人一回通ったんですよ、目の前を。私見たんですよ、車、あの目立つ車ね、通ったんですよ、ちょっと年配の方。通って、張り紙してるの見たんですよ、私が。100円引き。行ったんですよ。150円にしたら来るんですよ、あの人。150円にした途端に来たんですよね。150円に、まあ150円だからまだあの人はいいんでしょうけども。だったら200円になるじゃないですか。この人は必ず350円置くんですよ、そこに。今200円になってますからって、150円買ったら安いなって言うんですよ。だったらその350円の時に来てくれたらいいじゃないですか、通ってるんだから。これたまたまじゃないですよ、何回もですよ。もうこのやり始めて10回ぐらい350円出してます、その人は。で、私は毎回返してます。でもそこで毎回間違いますねみたいなことやるんですよ、リボルバーヘッドみたいに。この中で、あー、どうもありがとうございます、今日はもう毎回同じこと言いますよ。で、あの人はもう350円で買うつもりはないよみたいな感じを、スタンスを取ってます。あ、すいません、今日は安くなってますから、はい、150円。え、安いねって言って、普通もう一個買えばいいじゃないですか、大きいのとか買えばいいじゃないですか、食べきれないんだよなって言うんですよ。で、この間その親っていうか奥さんかなんかと来てたんですよね。その時大きいの買ってましたよ、あの人、遅い時間に。で、奥さんがお金払ってたんですよ。だから食べきれないっていうのは嘘だと思いますよ、皆さん食べきれないとかいうのは。その夜遅い時間に女性が来て、こんな大きいの食べきれないんだよなって、あれは100円じゃないのって言うんですよ。もう私はもうめんどくさいから、あ、すいません、あれはあの値段で買う方がいるんで、すいませんねって言ったら、じゃあもういいですって買えるんですよ、大体。で、それから半額にしたら恐るべしですよ、買いに来ますから、食べきれないって言いながら。だからそういうのがいっぱいあるんですよ。だからもうそのやり取りで疲れてはいますけど、半額はやらないって言ってますから、やめますって言いましたけども、最終手段では平気かな、最終手段、売れた時は。だから極力は、昨日はもう仕方ないです、作らないようにして伸ばしていって売るべきかな。実際トータルしても半額でやった時には、今の状況だったら儲からないんですよ、あんまり。物が物価が上がってきて、前だったら半額にしてても、安い弁当屋さん弁当売ってても300円ぐらいでも 60% 70% 利益出る時があったんですよ、物によっては。だから半額にしても 20% 利益出たんですよ。今は野菜だろうが、人参しりしりだろうが、チキンカツだろうが、全てにおいて50以上なんで、半額にしたらもう 10% マイナス 20% マイナス、利益はもう30ぐらいしか取れないんですよ、今の計算でいくと。物によってはありますよ、安いの。あれがいっぱい売れれば。まあ、あれ売れないんですよ、ああいう商品っていうのは。だから今お客さんが来てるんですよ。なんで、もう終わりにします。さよなら。お客さんなんで。半額恐るべしということで、よろしくお願いします。